アマナグループ、パレードのカメラマンの小原です。スチールライフを中心に人物撮影、ムービー撮影などをしています。一番はやっぱり信頼性。一つのスタジオで、ずっとその固定して撮影するみたいなことってあまりなくて、パッキングしてハード自体も持ち歩いたりするんですね。頑丈であるとかっていうのはすごい必要ではありますね。写真撮影だったり、まあ、アマチュアの方でもやられてる方が購入すると思うので、持ってる機材とかもタフなものを使ってると思うんですね。スタジオで使うものってやっぱ黒くてごつくてタフなものが多くて、そういった意味でも、まあ、これは環境に馴染むというかアナログな感じのデザインも僕は好きですね。